はい、お疲れ様です。マッピーです。無補正ということでね、まあ無補正ですね。ということで使っていくのは、早すぎてもう大谷翔平マデッキですね。これはリアンツィールリーダーのマデッキなんですけど、まあ駒投げ力が非常に高いデッキとなってまして、初手にリアンツィール投げて、あとは適当にエース引いて出すだけみたいな。レースじゃなくてもね、英語マも強い駒が粒揃いだぞってことで、新強駒の節意入れたんですよ。これマデッキで使えるんですけど、戦特使と相手のキャラ1枚につき500で追加で毒ダメージが与えられると。で、最大1500なんで、鉄衣単体で2500スキルでダメージ出せるって書いてあるんですね。まあ非常に強いで、コンボも最大2000出せるってことで、マジで穴がない。ステータスも優秀だし、もう HP もアタックもね、全部プラス振ったしってことで、めっちゃ強い。マデッキだったら、まあ、ほぼ確定で入るかなって、そんな彼女なんですけど、まあ、リアンツィールに入れてあげて、もうとにかくね、さらにスピードが上がって、速すぎてもう大谷翔平マデッキでやらせていただきます。で、 S 枠についてはバフォメットとかアスモデウスとか採用してもいいと思うんですけど、まあ、ちょっと今回はね、まあ、一応神殴りとかもいるんで、まあ、ビナーを入れてみました、一応ね。まあでもバフォとかでもいいと思うし、あれなんで正直何でもいい。行きました、リアン対面。マジでこんなんね、あ、早速引いたんですけど、当たり前に強いんですよ、このツェツイってやつは。ツェツイはね、マジ当たり前に強い。弱いわけないんですよ。スキルコンボ穴ないっていうか、もうまずビジュアルが強いを物語ってる。だってこれ、見てこれ、あれじゃん、あいつと一緒じゃない、ゲイボルグとかと同じ絵じゃないこれって。絵師さんが一緒なのかなって思うんだけど、さあそこでね、さらにオーラも引いて、その駒投げ力を加速していく。ベルグレからこうやってリアンツイル投げるだけで、はい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 、ツル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 火力がね、もう削れてまして、さあリーに来る。でこれで相手のキャラ2枚なんだけども、この状態でぶっちゃけ鉄打っても悪くない。これどうしよっかな。リーニーか、まあ、リーニーコンボ弱いから受ける、一旦エネポイズン。これで打つだけでも2000出せるっていうのも強いし、特殊ダメージが最低で1000っていうのが良くて、あの罠回収しやすい上にカットもそんなされにくいみたいな、めっちゃ強い。 OKOKOK でこれ F4 打ってもろて、コンボ繋がないのか。 OK、 リーニー引く、まあ、一旦目の前の特殊ダメージ、これちょっとマイティで返す形作りますか。でこれで特殊入れてあげて、マジで正直喋ることないな、もう早すぎて、あの俺の普段の言語なんか会話スピードぐらい早い。うん、早口、マジで早口なんだよな。さあこれ特殊返しの、いらっしゃいませ、トゥールラー。こんなもんはね、もうトゥールラー英語で OK。 はい、マジで頭使ってない、もう適当にやってる。マジで頭使わない。まあ、前もね、リアンツィールね、ほんとなんか適当にやるだけで勝てるみたいなこと言ったと思うんですけど、でもそれってさ、まあ、言うて、そう言ってはいるけど、頭使うんじゃないってさ、ね、思われるかもしれないけど、本当に頭使ってない。マジで頭使ってない。どうしようこれ。D5 か F5 か。まあ、D5 に打って、これで相手目線ダブコンの形作れるんで、C5 打たないといけないやん。で、C5 に打たして、よいしょ、まあ、これ回復入れるやん。で何か来たらビナで OK だし、何も来なかったらバイセで終わりですね、はい、うん、簡単すぎる。マジで頭使わんけど、こういうデッキが1個あるっていうのはまあいいと思います。個人的には昔からそうなんだね。昔も吉野が最強だった時代があって、あの吉野デッキもそんな考えなくて勝てたんでね。よいしょ。でこれも極めつけはこのコンボスキルちゃんと2000出せるんですよね。はい、行ってこい、強い。いいね、鉄衣。こいつ低コスでも高コスでも通用するから、もうマジで強いことしか書いてないよな。エネなんとかに外れなし。え、今ってさ、エネサンダーとエネポイズンが出たんだっけ。確か他にエネっていたっけ。エネシリーズちょっと今後流行るかな。イカ侍、なぜ笑うんだい、彼のオセロは上手だよ。なんだっけこれ、うわ聞いたことある、これクリロラのやつじゃない。なぜ笑うんだいって、俺なんかそういう構文あるよね、クリロラかな。 OK、 よし、早速鉄衣引いてるわけなんだけども、
まあ神殴り対面の鉄井は中盤から打つにしても、中盤他の駒引いてたら先にそっちが優先される可能性はあるけど、かといって弱いわけじゃない、どう考えても強い。で今回ビナ採用なんで、まあ、ビナが刺さってくれたら美味しいね。でフーブラでいっかな、これブラ通ったらビナ強くなるからでかいな。あーそうね、いやこれうわどうしようかな、でもフーブラにします。これ相手の X に対して、そう C6 ブラジェの場合って相手の3手目 X に対しての C6 のコンボ弱い状況ってあんま好きじゃないんですよ、まあ、A に春秋ぐらいしかここしんどくないんで OK、 これ取られるのは別に OK、 別に OK です。でいらっしゃいまーし、まあ、これ雑についついですね、ついつい、これなんだっけ、スカイピースだっけ、ついついっていうなんかあのあるよね、アイキャッチじゃなくてあるよね、これついつい出して、で最終的にはビナあるんだけどもピリカ使う。ミューズとか春秋なさそうだよね、麦とか持ってたらその A2 の段階で打てるはず。うわー事故った、これ事故ったね、まあ、もう倍石切ります。ビナはちょっと大事なんで残しておきますわ。まあ事故っちゃったね、まあしゃあないしゃあない、ここにね倍石打つのすかんけど、あ、オッケー、でもこれ白濁切ったのはまあまあ美味しいかも。バフ盤面に出してるわけじゃなくて、あ、周年倍数いいね。オッケー、シューバ行きの、俺の負けパターンが、フェイルノートぐらいかな。これバフないんで相手、バに。負けパターンフェイルノートかな。あるとしたらだけど。あと一応 E さんが若干、シャバいかな。E3 打たれたらめんどくさい。いや、だから打つな、これ多分。D が、うま。これ、ビナーの防衛が間に合うところまでヘルス保っとかないといけないんで、これ取らないとやばいな。これ取りますか。うん、これ取らないとやばいね。ビナが間に合わない E が負けパターンなんで、俺の。今のでこれ B4 とか打つと、B6 先に打たれてビナ間に合わないんで、これコンボ押さえておいた方がいいですね。で D2 打たれてからビナ間に合うかどうかって感じかな、盤面的に。ただこれ D2 来た場合ビナ打つ場所微妙いな。 D1 打つと F6 で俺の動線なくなるんだよね。 OK、 これなら相手これコンボ残すパターンなんで、これだったらビナが刺さる。はい、 F5 ビナ行きますか。まあフェイルノート負け筋ですね。もうここまで来たらもうビナで動線組むのが一番いい。もうノートを頭から消します。けどもうノート持ってたらリガンマンのとこノート打つと思うんだよね。リガンマン持ってない気がする。そノート持ってない気がする。リガンマンのとこでノート打てるから、本来ならシェムか。 1,2,3,4 5 枚いけるかな。でも行くしかないねこれ。あ、マイティ、ちょっと待って、5枚4枚返しでしょ。カットミ1500のカットミ1800 2800 1500、特殊で出れば勝ちか。いけるんじゃない。特殊1500だったら全然出ると思う。出たね、ナイス、あぶねー。よし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 、オッケーオッケーオッケー。これビナマジで大活躍、ビナ採用してたからこそ神殴り勝てたって感じでね、非常に良かった。あぶねー、まあ、あとバフ引かれなかったのもでけえな。多分対面的にルキアとかないんで若干神殴りが強いと思う。ビナとマイティぐらいしかメタがないんでこっちのデッキ。でむしろ結構こっちはねゴリ押しデッキだから先になんか早い段階でエンデガとか使われるんで若干不利だと思うんですけど、しっかり勝てましたと。そして相手は最高順位4位の人です。これ非常に格上中の格上、負けるわけにいかねえ。レッツゴー、ヒュプノス。これ負けられねえな、これ負けられねえ。フェイルノートがないんでね、相手には。でこっち俺引いてて。よいしょー。あとすこーい。強っ。リアンティールって、ほんと強いね。なんか、身も蓋もないこと言っちゃうけど。あー、エンデガ。オッケー、しょっぱなデガ美味しいな。で、これ引き見てからレッスゴー。はい、事故った。これ、バイセしてます。グッバイ。まあ、バイセなくても、押せるんで、このデッキ多分。ヒップは。マイ
ティをいいタイミングで使いたいから、まあ、マイティは一旦残しとくか。はい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 。で、ここに引き大事。よいしょ。守護。いや、これ X 来んのかな。まあ、でもこれマイティ残しときたいね。守護切るか。あんまここの守護好きじゃないけど。ただこれで相手目線で罠駒持ってないと読んで C2 に打ってほしいみたいなとこある。で、コンボ特殊に対してマイティの睨みが効く感じがいっちゃん強いんだけど。てか相手の名前アホやん。今気づいたけど、なんか読みづれえなと思ったらアホやこれ。マイティ切ってカドトゥルラ行こうかな。レッツゴー。マジで脳みそ使ってない今んとこ。もう普通に雑になんかとりあえず出してるだけ。手こまじおったからフィニッシャー切って適当に出してるだけ今んとこ。でけえでけえ、アルカ切ってくれた。めっちゃでかい。でけえ。いらっしゃいませ。ファビオ。まあ、でもこれトゥルラ打ちたいな。レッツゴートゥルラ。トリーの。はい。ヒュプに当てる説も若干あるな。2手飛ばしするなら。ただ相手がこれでトゥルラとか引いてますと。やるね。はい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 。ってなると話変わってきたな。ウィブめっちゃ強くね俺。さすがにそのウィブは行くしかねー、はい、ウィブ行ってあげます。特殊出します。ヒール入れます。でウィブ単体で5500出るからシールドとか来なければ永遠にイグナツ圏内、まあ、シールド来ますと。やるね。いやこれちょっとやばいか。うわやばいな。あ待って、普通にやばいわこれ。普通に俺次相手動線通りまくるな。あやばい、死んだかも。ちょっと待って、ビナ強いわ。これ、こっち行くしかないな。あ、しまった。F5 の方が良かった。これ、相手のキャラ取らないと、ヒップのコンボが。まずい。あ、まずい。相手のキャラ取るべきだった。やっちまった。え、これ、やっちまったね。あ、でも、どもの1バイスあるんだったら、飛ばされてそう。うわ、負けた、普通に。いや、これはちょっと、ルラビナが強いな。やられたわ。俺の速度が、相手に追いつけなかった。押せると思ったんだけど。いやアルカードでかかったけどダメだったか。ちょっと俺の速度が足らんかった。まあ今のもでも勝てる可能性あるとしたら、まあ、ビナ引いて角だったかな多分。したら一発受けて次イグナーツでいけたかも。まあドンマイだな。まあ B さんバイセが弱いか。あれアルカ切った方が良かったんかな。最終ビナ来てるし多分変わんなそうだけど。どんまいどんまいどんまい。速度不足よこれは。骨サブロー。いいね。アズリエル好きなんだろうな。じゃあアズリエルが入った敵が来るってこと。最近アイドルアズリエル出てきたけどあいつも強いんでね、なんかマデッキで全然採用あるかもしれない。全然関係ない。竜のアズリエルバフだから多分使われることねえだろうな。まあ普通に夜明け来ましたけど、この夜明けは俺が押し切ってぶっ倒す。あ、でも夜明け対面これショテリアンの方が強いのかな。なんかね、リアンミラーはショテね、先行いけたらあのベルグレ切った方がさ、こっちのダメージ的に多分強いんだけど、夜明け対面2手目ベルグレの方が強い説ある。まあいっか。まあこれはリアンツィールレッツゴーして、よいしょ、強い。んーでもね、リアンてか夜明けは怖い。ゲイボルグ1枚で止められる。ゲイボ1枚で俺の火力大体止まるからやめてほしい。 OK。 いらっしゃいませ。あー取り使ってるんか。でもこれ戦機解放なんで、そいつのコンボマイティ切っといた方が美味しいね。これ物理上がるんで。うん、これどっちともコンボ戦機解放で通常攻撃絶対ちょっと上がるから、まあ、そこに対してマイティ打つっていう感じでやらせてもらいます。いらっしゃいませ。来い来い来い、お前コンボつなげ、コンボつなげ。英語がいっちゃんだれ、英語いっちゃんだれ。やめろ。 OK よし。まあ一旦、はい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 。まあこれちょっと大きめにして返すやん。いやこうなったら高山 VS ドンフライよ。もう殴り合うだけ。トゥールラ引く。
C1 トゥールだとか打ったらどうなる。これ FM 打たれて若干シャバいか、まあ、これこっち打ってアビスで回復異例の F5 に対して F3 トゥールラで良さそうだな。 OK 回復強い。そうこのリアンツイールの何がやらしいってトゥールラとか入ってるからそれなりに回復するんだよ。ちょっと回復されるんだよな相手目線。 OK そのアベルまあ強いけど許容ですね。トゥールラで動線組むのが優先かな。 OK アルト引いたからこれ後半の風連打はこれで防げそう。まあ、一旦トゥールラで動線組んでよいしょ。あよいしょよいしょ。で1600と相手のキャラ4枚で、3200、4800で銀白を足して5100でしょ。単体で3900を引ければ勝ちだもん。相手目線ダブコンなんで英語打ちたいと思うけどどうすんのこれ。英語を打たなきゃやばくない。ダブコンだよ。何ダブコン強要だと何ってなった場合5100、6500、6600、7700、1800ライブ出るかしか。勝ちじゃん。1500ぐらい出るんじゃない。行ってこい。ういナイス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 。 F2 か。まあ多分2手飛ばししないと間に合わないって判断かな。オッケー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 。ファッキン弱気も投げて勝っちゃう強いな。とりあえず強いな。まあマネッキー言うて強いんで、まあ、ここに来てあの加速って感じもするかもしれないけど、なんかこういうねたまに来るシンプルにね属性どんな属もう属性に属性指定で強い駒みたいなやつは引いといて損ないんだよね。なんか例えばあのリベンジではめっちゃ強いとかあの戦撃ではめっちゃ強いとかってそっちになんか特化してるからちょっと引きづらいみたいなとこない。でもこういうデッキってさ別にリアンツエルでも強いしディミオスでも強いしマタンでも強いしこんなん穴あるわけないんよ。当たり前に強いんよ。こういう駒はやっぱ引きたいよね優先的に。当然引きたいよね。はい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 。まあメルベ来るといらっしゃいませ。おおでメルベ対面ねなんとこの子2手目から2500出します。えぐい強すぎ。見てこれこれもう2手で9000ぐらい削れてる。えぐすぎ相手だってこれエクストラ HP ある相手に対して9000ぐらい削れてますからね。やばいよ。はい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 。早めのリリアスか。ちょこれ引き見てからいらっしゃいませ。あトゥールラレッツゴー。もうこんなんトゥールラレッツゴーです。はいはい、レッツゴートゥールラ。まあ、コンボ封印されなかったらもうこのままアグロ進行で OK だな。でしかもこれね何がひどいってついついコンボスキル2000出ます。いやメルベタイムここでひどすぎるひどすぎる。この子は強いよ。まあ、と言ってもスキルで2500でコンボで、まあ、2000以上の駒って一応いるんですよ。リーニーとかでもリーニーはねマゴマが出て、まあ、っていう話をしてたらリーニー来るんだけどもまあこれ出しますよリーニー。ただこれマゴマが場にないとコンボこの子弱いっていうところがあるけど強いけどねリーニーももちろん言うたらリーニー一旦版みたいな感じの性能なんでついついってもちろん強い。リーニーももちろん強いけど一応コンボスキルがね自分のマゴマがないといけないっていうのがまあ一個その弱点ってわけでもないけど一個それあるんで明確にねそのなんか特徴がまあでも節意は本当に穴がない。本当に穴ないこいつはいつだって強い。これ D5 アルトでもよかったかな。 OKOKOK 痛い吸収される毒入れられる D5 アルトで。ああこれ村正が負け筋。いやマンドラの負け筋消したいな俺は。7×2の14の1800突き出せるのか。
デフェンディングラッシュっていけると思うけどね。アルトからバイ世代、じゃあアルト打つわ。これマンドラの負け筋消しに行きます。あの村正は持ってたら今のタイミングで打てるはずなんで、持ってない気がする。あもう言うてこれバイ世代でもよかったんかな。あ待って、これロック負け筋にならん。あまずい、これロックやばいな。俺あれだわ、執念バイ世代プラス、あまずいね、これロックやばいわ。やっちゃった、やべえ、これバイ世代打つべきだった、やらかした、やっちゃった。あ待って、コンボ封印もやばい、やべえ、コンボ封印あるんだこのタイミング、やっちゃった、やべえ、やべえかも、やべえかも、やべえかも。これ右フィックスマイティか、打つなら4枚返し、バイ世代圏外だよね。右フィックスマイティか、そしたらこれでアルト残せて、あーと思ったけど、これ4396しゃばいな、しゃばい、あやばい、しゃばいか、これあとロックもやばい。あー待って、ここもバイ世代だった説ある。あマンモン、一応これ物得返しあるけど、物得で勝ちたい、ここ頼む、物得で勝て、無理か、いや吸収をアンチ、無理だ、くそ待って、やらかした。うん、素直に執念バイ世代でした。あ歯茎出ちゃった、さすがに歯茎だったこれ、素直に執念バイ世代でしたね、ごめんなさい、マイバット、ごめん、下手すぎたマジでマジで下手すぎた、なんか余計な味付けした、マジで余計な味付けした。あーこれ絶対勝てたね、やっちゃったね、執念バイ世代ってバイ世代で普通にいけたね。あの執念バイ世代の特集含めて、これ今コンボ封印されても多分通常バイ世代で飛んでたから、うわマジで高く食ったじゃん今の。コンボ封印と手駒ロックっていう負け筋残して、しかもうん、なんかひどいな今の、マジでひどいな、ディスっていいよ今のマジであの切り抜かれると思うこれ多分ピーさん下手すぎみたいな感じで、なんかハッシュタグでなんかこれ切り抜かれてもおかしくないぐらい下手だった今。普通に執念バイ世代打てばよかったやん、ひでえな。まあでもこういうひどいプレイがあっても勝ち越せちゃうのがこのデッキなんで、これでも勝ち越せちゃうんだよな。はい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 、だから本当にね、もう詐欺とかじゃなくてこんだけ下手でも勝てるんで、マジでみんな使ってほしいこのデッキは。あのなんかオセロニアなんかうまくいかないです、勝てませんって人の相談とかたびたび来るんですけど、安心してください、あなたは私より上手いんで、俺今みたいなうんちみたいなプレイするんで全然大丈夫ですこのデッキさえ組めれば。けどこのデッキも結構ブルジョアな感じもするか、超ゴマ結構入ってるし、つってもまあ A ゴマとか結構強ゴマとか引いたら割と揃いやすいと思うんで、このデッキはなんで、まあ、割と組みやすいと思うけどね、ある意味。よいしょ、もうこんなもんも繋いで OK なんですよ、もうコンボ2倍組んで、相手 F4 のリーニーがコンボ弱いんで、で右上バイセから打つみたいな。まあリアンなんでそんな防衛ないと思うんですよね、そんなに多くは。そうやってバフォメントとか来るんで、今のわざんざ受けてたらもうこっちの身が持たないんですよ、先に投げて勝つんですよこんなもんは。いらっしゃい、 OK、 トゥルラ引く、じゃあトゥルラ行きましょう、はいレッツゴー。ユナツ、はい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 、うんうん、なかなかの大手ナーミー。じゃあ分かった、頭使うわ俺ここ執念バイス打つね、バイギナーじゃなくて、もうバホ切ったんで一発で飛ばせる駒ないと読んで、ここ執念バイス打つわいいよ頭使うわ、さっきの あまりにも下手だったから俺一回一応頭使うね、一応頭使うわ、一応頭使うわ、 OK これ耐えれるんで大丈夫です、これはねバイセ絶対耐えれるから大丈夫です、これも耐えれるって分かってるからバイセからです。まあでもこれで、ね、これで、ね、もしさアスモデウスが来てたら負けてるけどね、負けてるけどね、だからビナ打っていいんだよこういうのも本当は。でも俺はそういうしょうもないこと考えてこういうことやっちゃうんだよね俺って、だからね一生うまくなれないよ、なんかね、そうしょうもないことに意識割かないでほしい、もっとこう頭空っぽにした方が勝てるんよ、なんかしょうもないことに頭使うことになるからね。
いやちゃんとあなたに PS なんてございません。引きが強いだけです。はい、おっしゃる通りですマジでちょっと待って、俺がさ俺が今いろいろ語ってるところに、あの本当に普通にさ、ドストレートにシンプルにもうなんか一行で示せる言葉来たな。その通り、俺引き強いだけ。でもそういうデッキ使って勝っちゃえるからあのそれでいいんだよ。それで勝ってるならそれはそれでいいんだよ。そういう楽しみ方だから。これどうしよう。うわー、ベノムヒール受けたくねー。シアンタイム X バカ強なんだけど、グノーとか持ってたら終わるんよね。どうしようかな。でもいっちゃう。あとシアン対面もテッティ強いね。相手のキャラめっちゃ増えるから、ほぼすぐ最大火力出せるんじゃないかな。さあこっからは、あーテッティ打ってきたね。あ、そっか、テッティシアンにも入るんか。マジで引っ張りだこじゃん。マジでハイブリッド最強カードじゃん。フレックスじゃん。フレックス最強カードきた。どうしようこれ。ビナ打っちゃおう。ビナ打っちゃいますもう軽く出すわ俺。それ問題はマゴマとか出そうと思ったんよ。マイティ打ってリーニーのコンボのために。けどこれ多分 F4 か F3 来ると思うんで、まだリーニーコンボ繋がないと思うんですよ。だからこそ、あの相手のシアン、そう、ここシアン来るからマイティ打ってもダメージが期待できないから打たなかった。はい、ナイスアルト。でもここは先マイティ打ちたいかな。多分これ C に来ることはまだないと思う。それで、これで目の前の特殊ダメージ面倒見てあげよう。これ地味に実は D2 とか結構だるいんで、ここからので、先にここのタイミングで前って打つことで、まあ、コンボスキルをちょっと警戒してあげてね。そう、このアグロ進行 F4 の場合ってさ、これ B3 とか打つと左ウェックスとかもあるんだけど、実は D2 が意外とだるいんですよ。俺動線残るけどみたいな。わーと思ったけど、お前ここヒールしてくんのか。うわー、これダブコン誘われてんのかな。そこに召喚したんならもうダブコンいっちゃおうかなと思ったけど、まあでもそいつ抑えないとかヒールされるな。でかといってアンチヒール切ったところで D6 になって俺のコンボ動線結構雑魚いんで、まあ、これ D1 いきましょう。それでイグナツバイセあるんで、こっからイグナツバイセで頑張りたいところではあるね。よし、身分は晴れたんで火力は足りそうだね。で相手目線これダブコンだから、どっちか押さえないといけないかな。か、まあ、受けに来るか。うん、どうすんの。俺イグナーツもバイセもあるよ。はい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 。さてと、トゥールラ。いやー、まあ、マジで頭空っぽに行くならトゥールラだよ。これ打つならC6 イグナーツからバイセで飛びそうだから、本当は C6 イグナーツ行きたいんだけど、シールド貼られると怪しいよね。まあイグナーツにしますか。これペレツはさすがにちょっと俺ケアできないんで、ペレツは無視します。さやかであれ。よし、あ、うん、よしじゃない、ごめん、失敗帰ってきちゃった。これ D2 耐えるしかないな。耐えてほしいね。これでも D2 耐えれればいけるね。マゴマが4枚か、いや5枚、3000単体。うん、ペトラ死んだ、ジージこれはペレス刺さったな。え、こういう時ってアルト打った方がいいのかね。でもアルト打ってもアルトコンボ弱いしな。難しいね。まあこれはあの本当ね、この人に言う通り俺マジでチンパンしてた今の試合。でもチンパンをこう返す力を相手は持ってたんで、相手の方がうまいね。けどこれチンパンで勝てちゃってるから言うていいんすよ。結局楽しみ方人それぞれだしな。チンパンで勝てるならそれはそれでいいし、チンパンで勝って楽しいならそれはそれでいいんすよ。それはそれでいい。だから夜明け使ってめっちゃ勝つみたいな、もう全然いい。でそれがチンパンでやろうがチンパンで流ろうが俺はもうどっちでもいい。マジでそれぞれなんでね。よし、それ
だからそこまでね期待しすぎない方がいいですね。何でもかんでも、そうなんかうわ引き弱で負けちゃったとかなんかなった時に、それはもうしょうがないことだとして割り切った方がいい。あんまなんか本気になりすぎてやると身が持たんので、俺はそれで身が持たなくなったんで、あんまりね疲れるじゃん本気でやると。だからこう家の中でポチポチやってるぐらいがいっちゃん楽しいね。はい、ウィブオッケー。もうこんなもんチンパンです。もうこれ B さんこいつってもう D1 ウィブでもうチンパンします。罠ごまとか知らん。でもこれだけはいるんだけど、プレイスキルなんだろうな、チンパンで勝つまでに最低限のプレイスキルはいるし、よいしょ、いるし、そうなんだろうな、プレイスキルが大事っていうのはマジで否定しない。それはそう、7年やってるからわかる。あるこのゲームにはプレイスキルが、もうデッキ構築からプレイスキルだしな、何でもかんでもそう。でもうこんなもんは、はい、もうビラ打ってひでー。 で実際そうだしな、俺さっきクソみたいなプレイして負けたんだけど、ああいう時ってプレイスキル上手い人っていうか下手じゃない人って絶対勝ってるじゃん、さっきのメルベの対面とか。だからプレイスキルはこのゲームあります。はい、ちゃんとある。でプレイスキルが必要ないって思う段階まで行ったってことはもうそれはカンストしてるんよ多分。全部理解しちゃったんだと思うゲームを。俺は7年やってるけど未だにミスするからこのゲームは PS ゲーだと思ってる。これガチそうミスしないとか言っちゃうまいんでね、前配信でも話したけど、俺は死ぬほどミスするから一生このゲーム上手くならんのだけど、けどミスしても勝てるデッキもあるからその辺はもう何とも言えない。でそれってミスしても勝っててもそれはねプレイスキルとは言わないからね、どっちかっていうと。ってことで総じて言うとこのリアンツィールというデッキはまあ勝てはするね、プレイスキルなくてもそんなに。実際勝ってるもん今なんだけど、プレイスキルある人が使うともっと勝てるって感じだね。まあ当たり前の話か。これもベーグルス、あー痛い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 、もうリアンツィールだけって、よいしょ、それこれくさびの出る位置助かるな。風車来る、わお、リフィエールいらっしゃいませ。あ、トゥルラ、うわー、まあ、ここトゥルラ打ちたいな。トゥルラ打ってカドと B さんどっち行こっかな。まあ、本当はこれ D6 ブラジ打って F3 に対して B さんから X からの B4 トゥルラも強いんだけど、あーシールド貼れるんか。じゃあカドブラでも良さそうだな、そこシールド貼れるんならどの道。あーいいね、これカドブラ打って E4 リーニーから出してマゴマ増やした状態でコンボ強くしますか。オッケー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 。でオッケー、エルビン来る、よいしょ。これ多分リーニー打つと取られるだろうけど、取られてもいいや、もうイグナスとバイス揃ってるんで、リーニー出して、で相手目線はあとコンボが2400、あでもこの HP に対してここでコンボ組んで勝てると思わないか。2万5000あるからなこっちまあそうだよな。はい、ウンディハルで、これ一回召喚見ますか。いらっしゃいまーし、バイセ、バイセでいっか。 A2 バイセ打って、まあ B4 打ってくるだろうけど全然それでいいや。 OK、 もう遠距離でどんどん投げちゃおう。吸収入れて、え、毒入れて、強いで、マゴマが、あでも意外と3枚、お一気に使ってきたね、陣雷いてー。これでイグ圏内入る、いらっしゃいませ。あビナ引くのか、強いね。ビナ X 行って、よいしょ、特殊通して、でこれで相手目線ダブコンなんで、まあ、どっちか抑えないといけない。
でシールド貼ってもイグナッツあるかな。相手運で切ったしな。座吹きも切った。もうシールドないんじゃない。あるんかーい。けどよかった、これあのイグナッツ持ってるから、うん、飛ぶ。750の3750の4750のよいしょ、6800ぐらいは出ると思う。行ってこい。計算が合ってればだけど、これ外したら全然計算下手じゃない。うん、ごめんなさい。全然合ってません。7000出ました。6800って宣言して7000出ました。まあ、これぐらい誤差出るぐらいにはあんまりダメなんですよ、俺は。普通にね、ちゃんとダメージ計算とかできた時期もあったんだけど、これぐらいも誤差出るようになっちゃった。はい。オッケーオッケー。でも勝てるんでね。でも勝てるからオッケー。でも相手もちょっと珍しい構成だったな。シールドめっちゃ良かったね。ザフキとウンディとビナまで入ってたんで。まあ、俺の、あれかな、考え方が凝り固まってる説はある。ザフキ入ってるとビナないんじゃないって思っちゃうんでね。凝り固まってんのかな。OK。リアン来た。でリアン投げてあげて、それでブラシュゴがあるからもうブラ打ってしようでいいんじゃない。わかりやすいなこのデッキは。本当にもうなんか手に取るように分かるくない、道しるべが。とりあえずどうすればいいかってのが分かる。でも分かるけどなんかね、それだけを信用できるわけでもない。スロットみたいな感じ、うん、なんか確定演出は来てるんだけど、なんかなかなか揃わない時もある。 なんだろうな、確定演出まで見えてるんよ。見えてるんだけどたまに外すみたいな、そんな感じだね。はいはいはい、バッホやば。それは確定演出にも程がある。それもうミリオンゴッド。痛い、あー痛い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 、いらっしゃいませ。あおまあ、とりあえずこれブラ間に合わせますか。ただこれ D6 の前って弱え。ああ俺 E4 やばい駒来たらやばいっていうか、もう死ぬね。ああ負けた、ジジ。もうこういうのはもうドンマイです。勝てるはずないんで。いや、まあこれには勝てなくて当然なんですよね。よいしょ、こんなもん E6 打たれて終わりですね。まあ、一応勝ち筋あるとしたら相手がクッソ手駒ジョルバある、吸収込みで次飛ばせないみたいな。まあでもちゃんと C6 打ってくるんで、うん、ミスしないんで。そうこれ大事マジで。こういうね状況でちゃんと C6 に打てるのほんとすごい。てか当たり前なんだけど、これで E6 とか打ったら負け筋に繋がるもんね。相手目線ちゃんと C6 打つんだよね。そうこういう細かいところをねちゃんと打てて、まあ、ようやくチンパンっていうのは完成するわけですよ。でこれを俺は、まあ、俺はもうこっち行かないと負けるんで、こっち行って、まあ、イグナス持ってるからこれはもうジジイと。はいはいはい、いやこれはねいいチンパンマジで。いいチンパン、ナイスチンパン。いやわかんない、これ、まあ、あんま何でもでもチンパンっていうのもよくねえな。普通にこれに対して対抗できるデッキじゃないから負けてるってところもあるけど、これなんだよね。そうこれがねできて当然っていうか、そのできたらより勝てるっていう。そう余計なこと考えんとね、あそこまでちゃんと殴れるっていうのがいい。あのこっちにね逆転の隙を与えないような攻め、それがいい。俺はね逆転の隙をねちょいちょい与えちゃうんでね。この動画見てねリアンツィエルの反面教師にしてほしい。さっきのメルベ対面とかマジでそう、逆転の隙与えちゃってるんだよね俺は。自分で自分の動画にコーチングしてる気分。痛い。てか今日リアン多いな。あれか、ツェツイ出たからか、ツェツイ出てみんなツェツイ使いたいんか。え、そうなんか。よしこれ一回リアン出してよいしょ。あるか、痛い。これトップだな。いらっしゃせ。おっと俺も引くんか。これ喧嘩売る。いやでも B3 ベルで喧嘩売るのはちょっと好きくないんですけど、まあでも行くか、やってみよう。さあお互い、まあつっても
相手先行なんで相手の方が与えるダメージ量ってのは多そうに見えるな。ほんと引き似てんな俺ら。あのこっちエクストラ HP あるからまあそこでなんとかまだ食らいつけてるか。どうしようかな。こっちは E6行こう。それそれ吸収でチンパンしてやるぜ。ヒールもしちゃうぜ。うん、お互い動線組みづらい状況になるんだけど、まあ、左上 X がアルカなんでもうこれ C2 でちょっとだけハグ出せる。うーん、 E2 コンボざっこいけど集合もコンボざっこいな。 D2 打ったとして E1 打たれてから C2、 いやーでもなー、これ先に C2 打ちたいな。まあ、ちょっとでもとりあえずコンボというかスキルで与えるダメージの隙が欲しいんでちょっとダメージ与えといて、で多分これ B4 来るな。あ、取ってくるか。オッケーオッケーオッケー。ってことは飛ばせる手駒にないってことなんで、ここで一回情報取れるのはいいね。いらっしゃいませ。ファビオ。ファビオ。はい、ファビオ行きます。で、よいしょ、毒入れて。で、まあ、B4 か C1 でつなぐか、それとも。うん、左下 X か。ウィブってきた。まだ次一発されるところに2手飛ばしできる HP というか手駒になる。あー強い。これもウィブ一択。OK。で、運で切ってるんで、まあ、これでビナとかなければ、次で飛ばせそう。メイクレア。さすがにメイクだったら大丈夫かな。4枚返しある。3200の。1200いってこい。1万300ぐらい。あ、合ってた合ってた。いいじゃん。たまにはたまにはちゃんとダメージ合うやん。オッケー。まあそんな感じですね。とりあえずもう頭使わねえわこれ1110ポイントいったから終わるか。リアンツェール使用率やばいな。いや、まあ 12.5? メルベと並んでるんだけど、これ絶対ツツイのせいじゃん絶対ツツイのせいですね。ということで今回これ使ったんですけど、まあ、メルベ対面とかでツツイね雑に2500出せたりするだけじゃなくて普通に強いっていうのはまあなんとなく伝わったと思います。うん、なんかあんまり手駒にそんなめっちゃ来たわけじゃないんだけど、うん、まあこいつは強いですね。てかリアンが強いで、まあ負けた試合もなんかうん、俺がチンパになりきれなかったというか下手になっちゃったんでそう、うまいチンパになってください皆さん。俺みたいな下手なチンパにはなるな。チンパになるならチンパになりきってってことで、それがいっちゃん勝てます。はい、とりあえずデッキはこれでやってみてください。めっちゃ強いから。ということでこの動画面白かったという方、参考になったという方、高評価チャンネル登録お願いします。うん、みんなはうまいチンパになろうね。ということでお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。